ああこれはもう今年の冬はあの三国スタイルで流行りそうですね。フランスの屋台で売られてるシードルショー、シードルショーね、皆さんご存知のあのシードルはあのノルマンディが有名なんですが、今日はまあいろんなところで、今日はブルターニュの、シードルを使います。これはあの以前にあの晩鐘ってやりましたけど、冬にあの寒い時に、温かいアルコールでございます。で材料は至って簡単で、これはあの、天才糖なんですけどね、天才糖に、シナモンパウダー香り付けです。そして、ジンジャー、まあ、この辺もねお好みです。あとはシナモンステーキ、これはですね、何をするかと言いますと、シードルを抜きます。いいですか。うん、来ました。はい、これあのシードルを温めるだけなんです。温めるだけ。はい、このもんかな。それでちょっと余ったシードルに、このカップ、あのね、あったかいカップにシードルをこう口を濡らしてあげて、そしてさっきの天才糖とをこうやって、はいはい、こうやって準備しておきます。シードルを温めます。シードルを温めまして、味見をして、まあ、砂糖と香りが欲しければちょっとあの天才糖ちょっとあの入れます。ちょっと天才糖ほんの少しですね。はい、お砂糖、ちょっとシナモンの香りも、これあのお好みですから。あとこれあの沸騰したら、器に移します。フランスでは冬になるとあの晩鐘といって赤ワインに、いろいろあの果物とか入れて温めて、あとあのこのシードルはどっちかというと、ノルマンディとかブルターニュ、まあ、ノルマンディが有名ですけど、こうやってね、あの日本なんかもね、あのよくあのお酒をね、缶つけるじゃないですか、まあ、それと結構近いエスプリですよね。でこれは一回沸騰したら OK です。晩鐘もねいいんですけど、このシードルショーは非常に超おしゃれだと思います。はい、沸いてきました。あの完全にアルコールは飛ばさなくても結構です。もしアルコールが弱い方はあの赤ワインの晩鐘にしてもシードルにしてもアルコールを飛ばせばあのアルコールが全部飛んでしまいますので、熱々を、シナモンシードルのお好きな方はこの中に入れちゃってもいいと思います。はい、これ出来上がりです。それではシードルショーね、なんかでも綺麗ですよね。あったかそうです。あのこっちあのここに
お砂糖がついておりますので結構あの雪山だったら最高だと思います。うん、このお砂糖と、ね、あのシナモンの香りが、あ、このシナモンの枝が入ってても全然、あ、これはもう今年の冬はなんかあの三国スタイルで流行りそうですね。なかなかおしゃれだと思います。うん、グーです、ダブルグーです、ダブルグー、マジダブルグーです。どうぞ今年の冬は、皆さん流行らせてください。グーです。